はい、哲也です。今日はね、バイデン新政権の対中外交姿勢の行方というテーマでお話してみたいと思います。ついにね、1月20日、まあ米国時間では1月19日になりましたね。このままいけばね、明日、運命の大統領就任式となります。今朝起きたらね、トランプ大統領が退任のスピーチを済ませていました。まあ動画を見たんですけどね、まあとても素晴らしいスピーチでしたよ。ただ聞き進むうちにね、不覚にもポロポロと涙がこぼれました。感情を押し殺した冷静かつ丁寧なスピーチでした。見事なスピーチでした。もちろん無念さはにじませていましたけどね、このまま終わらせないぞという強い決意のようなものも感じ取りました。今万感の思いを込めて申し上げます。トランプ大統領、本当にありがとうございました。残念ながらトランプ大統領はこれで一旦権力の座から退くことが決まったことになりますね。しかしこれで全て終わったわけではありません。これからも MAGA Make America Great Again、 そして世界の自由と民主主義を守るために頑張ってくれることでしょう。期待しています。もうお気づきのことと思いますけど、僕はこれまで隠語でトラさん、梅さんと呼んできましたね。しかしね、これからはトランプさん、バイデンさんと呼ぶことにします。もう隠語で呼ぶ必要はないでしょうからね。でもトラさん、梅さんという呼び方もちょっと好きだなって最近になって改めて思ってるんですけどね、まあ、それはいいんですけども、まあ、ただね、バイデン新大統領が就任するまではまだバイデン政権が完全に確定したわけではありません。バイデンさんが大統領に就任するまではトランプ大統領なんですからね。これからお話しする内容は仮にバイデン政権になったらという、まあ、仮定に基づく話であることをご理解くださいね。バイデン政権が発足するとなれば一番気になるのは何といっても外交、特に対中外交ですよね。巷ではバイデン氏は孫をことなき親中派と見る向きが多いと思いますが、実際どうなんでしょうかね。特に対中外交を担うのは何といっても国務長官ですよね。これまでは僕の兄貴、ポンペイオ国務長官があのおっとりとした雰囲気とは裏腹にですね、これまでの政権では到底なし得なかった非常に厳しい対中外交姿勢を、ね、貫いてくれましたよ。これでね、あと一歩というところまで追い詰めていたんですけどね。残念なんですが、ではバイデン政権の国務長官はどうなんでしょうか。マスコミ報道によればね、バイデン氏は次期国務長官として、まあ、バイデン氏のコンフィダント、腹心盟友と呼ばれるアントニー・ブリンケン氏を指名しました。そこで気になるのはブリンケン氏の対中姿勢ですよね。この点を探るために、米国の報道を見ていたらこのような記事を見つけたので、今回はこの記事をベースにお話ししてみたいと思います。ブリンケン次期国務大臣は1月19日大統領就任式の日の前日ですね、上院外交関係委員会の前に行われたヒアリングで次のように述べました。トランプ大統領は中国に対してより厳しいアプローチを取ってきた。私はトランプ氏のこのやり方には賛成できない部分もあったが、基本的には正しかったと思っている。もしここで我々が手を緩めると、今後は中国の好き勝手にされるだろうとね。つまりやり方は違っても対中強硬姿勢は貫くという強い意志を示したわけです。さらにブリンケン氏は経済の自由化が政治の自由化をもたらすという見方がね、完全に誤りだったという認識も示しています。そして、我々の価値観を守り抜くためには、また香港での民主主義の弾圧に立ち向かうためには、やはりね、強い姿勢が必要だと、指摘した上でね、ポンペイオ国務長官がその日 CCP が新疆ウイグルのイスラム教徒に対してジェノサイド、大量虐殺を行っていると宣言したことを支持すると明確に述べました。さらにブリンケン氏は
新型コロナウイルスについても言及し、 CCP がその流行の初期段階で世界をミスリードしたと明確に指摘した上で、 CCP は透明性に欠け情報共有もしなかった、初期段階での対応をうまくやってれば今頃事態は全く違う方向に進んでいただろうと、中国を厳しく批判したんですね。まあ、この点に関してもね、これまで、中国側の、まあ、WHO を巻き込んだね、この疫病発生初期における対応のまずさや情報共有の面における、透明性の欠如をね、厳しく批判してきたトランプ政権と基本的にはね、同じ路線を継承する方針のように見えます。ブリンケン次期国務長官のこうした発言を聞くとね、ちょっとまあホッとするというか安心感を持つことができそうにも思うんですけどね、まあ、外交は国務長官だけで、するものではありませんのでね、その辺がちょっと気になるところですね。特に親分であるバイデン氏は副大統領時代に習近平氏と、まあ、実婚の仲になりね、息子の狩人を、この人の呼び方は当分狩人でいきますね、その狩人を介してね、膨大なお金を手にしてきたという疑いがあります。つまりバイデン氏およびバイデンファミリーはすでに弱みを握られているとの見方が強いわけですね。まあ、弱みを握られるとどうしてもね、傀儡政権になりやすいんですよね。だとすればですね、いかに国務長官が優秀で真っ当な姿勢を貫こうと頑張っていても、やはりいざとなったら親分にあっさりはしごを、ね、外されるという事態もないとは言えません。バイデン氏は中国との全面対決など全く考えていないでしょう。これまでトランプ大統領は中国を経済的に抑え込むためにかけてきた効率の関税もね、直ちに撤廃すると言ってますね。まあ、地球温暖化対策等に関しては中国と、まあ、協調路線に転じるという見方が強いですよね。また直ちにではなくてもね、 TPP や RCEP などの自由貿易経済連携の取り組みにもですね、トランプ政権とは真逆に、まあ、積極的に中国と共にね、関与する方向に向かう可能性があると思います。なんせね、 TPP はオバマ政権時代のバイデン副大統領が推し進めたものなんですよね。そして場合によってはね、先端技術分野に関する知的財産権の保護に関して、これまでトランプ政権が取ってきた、まあ、中国を完全排除するというね、姿勢もね、まあ徐々に緩められる可能性があるんですね。そしてかつてオバマ政権の時に南シナ海での中国の領土的野心を野放しにした、あの時代の再来となる可能性も否定できません。今回次期国務長官となるブリンケン氏の強硬な対中基本姿勢について紹介しましたけれども、彼一人の力ではトランプ政権で行われたような対中封じ込め路線が継続されるとは必ずしも言えないような気がします。 MSN すなわち主要メディアもビッグテックと呼ばれる巨大ソーシャルメディアもね、対中融和路線を推し進めようとするでしょうからね。したがって新政権にトランプ大統領やポンペイオ国務長官などが強力に推し進めてきた対中強硬姿勢を貫かせるには、政権内部はもちろん政権外部からの強い圧力が絶対に必要だと思うんです。そのためにはここで一旦退くとしてもですね、まだまだ国民的な支持人気の高いトランプ氏およびその仲間たちがね、今後大きな改革勢力を築いていくことが必要不可欠ではないでしょうかね。現在、米政界はトリプルブルーの状態にあるですね。とはいえね、僅差を維持する今の上下院の勢力図をレッドに染める取り組みを強化することも非常に重要だと思いますね。あるいは腐った共和党議員を排除してね、思い切って新党 MAGA を立ち上げるか、いずれにしてもね、トランプさんにはこのまま市政に埋没するのではなくてね、この途方もない旅は始まったばかりだというご自身のお言葉通り、4年後の大統領選へのチャレンジを目指して臥薪嘗胆の日々を送っていただきたいと心から願っています。そして少なくとも私はですね、本当に超微力なんですけれども、その実現のためにね、これからも頑張っていきたいと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。